ということで、このディディウィーク、はい、ゲストに、はい、来ていただいております。誰誰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 え、なえなのちゃん竹井ひなです。どうも、はい、惜しいし、どうも、こんにちは。どうも、なんか紐でこうこうやってこうやってこうやって今日は挨拶をゲストした。かの有名な、いきます。はい、竹井だよ、ひなきだよ、竹井ひなきだよ、イエーイ。コラボしてて、はいはい、その時に二日酔いの私がなんか参戦してて、そう、実はね、カメラ外で普通に喋ってたよ。そう、カメラ外で、普通に喋ってた。カメラ外で普通にベラベラ喋ってたんですけど、カメなんだよね、ここ。そうなの。99年。そうです、みんな99ライブです。そうだよ。本日の企画は、はい、影響きに、はい、うどんを作ろう。ありがとうございます。ありがとうございます。マジでうまいんだよね、このうどん。そう、なんでこの企画になったかというと、うん、だから料理したいなと思ってた。いいな、料理が一番いいんだよ。料理したくて、うん、この美先生に うどんを作ってもらった企画があったんですね。すごく美味しくて、マジうまい。このみさん伝授なんだ。そう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 、この先生伝授なんだ。もうね、レシピがもうえぐいんだけど、そう、アジャッとしてその感動をって思って。僕うどんにはうるさいよ。そうですよね。めっちゃうどん好きだからね。うちら前回何食べたか覚えてますか？はい、うどんウーバーしたんだ。そうです。うどんウーバーしたんだ。うどんしか食ってないのよ最初。うどん大好きだなんですけど、うどんをね、今日も作っていきたいと思います。思います。料理のリサと見たことある？あ、出たよ。リュウジ、うんうん、が好きで、うん、お酒飲みながら料理してる。あ、うん、酒のお姉さんたちに育てられて、育てられてきてるから、はい、リュウジさんを意識しつつ、うんうんうん、そっか、料理しつつ、飲みつつで、いつも募集しちゃったりなんか。そうですね、はい、ファニーな会話、はい、挟みながら動画撮っていきたいと思います。適当な構成やん、適当すぎる。ずっと分かる。なんか多動症が出てるさ、後ろから、ね、ここに来たり、ここに来たり、後ろに来たり。ねえ、なんだこうやって、こうやってずっとさ、ずっとこうやってやってるんですよ。え、やばいんだよ、一人でさ。そうなんだよ、本当に緊張してんだよ、こう見えて。え、一人のチャンネルなんて、久々だから、まあだね、冷蔵庫触ってたしね。触っちゃうよ、ちょっとね。街のガードレール触っちゃうから。その話大好き、私。チャンネル登録と高評価してね。やばい。あ、今キンキンに。ねえ、うわ、バカ女だね。バカ女だね。え、あかん。みんな、爪が、爪が。乾杯飲んでお願いしてもいいですか？え、ごめんなさい、普通に乾杯しかやらない。いや、僕こういう時、こういう時だけ僕言えない。乾杯！乾杯！こういう時だけ、こういう時だけ、乾杯！何すんのうどん。よし、まず粉と、あれですね、小麦粉からって私たちも思ってたんですけど、はい、やっぱお手間を取らせちゃいけないなと思うので、はい、うちらが前日に麺、はい、を作っておきました。はい、飲みましたけどね。で、すごいちゃんとパッケージが、パッケージ包装までしてくださって。あ、あ、でも生麺、生麺っていうか冷凍じゃないんだ。そうですね。まあ、後々ウェブとかでも販売しようかなと、はい、そうですよね、こちら後々ウェブでね、好み特製。お湯を沸かします。はい、はい、あ、いいだ、ありがとうに。面白いね、この絵。3人でうどん作ってなんだよ。違う、作らなくていい。超面白い。あ、見てるだけでいい。こちらが作る。あ、なるほどね。おしゃべりクッキングの端っこのゲームです。そうそうそう、ゲスト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 。結構湧いてるんでしたっけ？湧いてるで。そういう種族の人だったら。はい、やはい、もう一回。はい、やっぱり。マイケン体操。何それ。ごめんね、自由に。もう無視していいから。ね、もう、やばい、やばい。楽しくなってきた。3人前茹でていきたいと思います。危ない、危ない。え、するん、自炊。え、めっちゃする。今日の朝も朝ごはん作ってきた。作ってきたの？何よ、何よ。卵かけご飯。卵かけご飯料理って言ってるやつよ。ないよ。絶対でしょ。親指くしゃってやってぐちゃぐちゃなっちゃう。なっちゃってないよ、なっちゃってないよ。片手でできる、こうやって。できるよ。片手割り選手権やろう。うん、待って、めっちゃうまいよ。めっちゃうまいよ。え、ガチでうまいんだよ。結構なそうしてる。選手権出てるの、確か。え、それ何も言ってないからさ。YouTube で。え、見て。なんでだよ。やりの大会だろ。あ、いいね、いいね。熱い、熱い。はい、お湯を切らせていただきましたのでね。ちゃんと切った方がいい。切ってもらっていい？あー、それもう、すごい上手。イタリア人の吸い方。体が熱すぎたんだ
三等分。ちょっと私少なめで。ちっちゃいお皿でいいですか？はい。はい、あんま糖質とかな。え、なよみ。ピラティス行こう。ピラティスよね。ピラティス行こう。ピラティス一番意識高い運動やろ。卵の片手割り選手権。はい。片手割りをやっていきたいと思います。これは高さ勝負なわけ。芸術点、技術点。芸術点、技術点。はい。なんかさ、本当にずっと後ろにいる。女性見てる？失敗しちゃダメだよ、マジでこれ。本当にダメだよ。ファンであるから。うん。それだけ。で怖いマジ。めちゃくちゃ危ないだよ。いきます。おお、うまい。うまい。やばいですか？できてなかったのに。え、それな、うん？生まれて初めてできた。だからこれなかったんだろうね。これできると思わなかった、ね、よかった、まあ、ちょっとね、ちょっと汚いです。ちょっと白身がね、でも、ごめんなさい、あれ、カラーが限定、だいぶ限定、お願いします。マジですごい、職人的な、すごい、すごい貝を踏んできてるやり方だよ、これ隠し、混ぜてください。失礼します。はい、失礼します。ここがいいんですよ。あ、ここが一個の楽しみなんですね。はい、そうです。失礼します。失礼します。すっげーアルコールの匂いする。すっげーアルコールの、ティッシュじゃない。折りの除菌シートなの？最後ね、めんつゆをかけていきたいと思うんですけど。イボの糸なんですよ。イボの糸。そうめん、やっぱりイボの糸。え、で、さっきの歌はなんだっけ？宮殿、宮殿、焼き肉のタレ、チキン屋にちょっぴんのだけ、みるみるみたー、うまいね、じゃあ、やってよ、歌っちゃうよ。まだまだらに言葉が大事だね。ということで、今日はめっちゃいいじゃん。テンション上がってきた。マジでいい、ありがとうございます。これはマジでテンション上がる。美味しそうすぎる。美味しそうじゃない？なんかいいね、ナチュラルに笑顔になってふわーって、かわいい、ナチュラルな笑顔ですね。ナチュラルな笑顔ということで完成。これから先の映像は、22歳が、はい、ただ、はい、うどんを食らうという、はい、そういった映像になってます、はい、よろしくお願いします。いただきます。やんなくていいの、あれ。いただきます。まずかった。なになに、ありがとう。いただきます。まずかった。え、すごい、うまっ、おいしい、うん、優しい味、簡単だけど真似しやすいけど、なかなかやってる人いないと思う。そう、私もコノさんで初めて。そうだよね、うん、めっちゃやっちゃうもん、家で。え、水切るんだと思ったの。そうなんですよ。水気のだるい人はマジチンしてって感じ。チャンネル登録と高評価してね。 YouTube 何だったの？ヨキキさんに憧れたの。そうなんだ。仲良くもしてたの。ずっとヨキキさん好きです好きですって言って、うんうんうん、やっとコラボできたみたいな。あ、そうなんだ。だったから大阪のイベントとか行ったりとか。ほのさんはマジで影絵ひろきのリスナー、ずっと言ってた。毎回ね、言ってくれってた。若い時の動画とか見返すと、影絵だよ、嘘、ひろきだよとか言って、めっちゃ笑ってる。みんな見れたんだ、ありがたい、嬉しいよね。でもね、今となってね、やっぱさ、東京にいなかったからさ、その時って、うんうん、だから、知らなかったんだけど、今になってあの美容師さんとかにも、うん、昔見てました、え、そうそうそう言ってもらえて、うん、ボンってさ、僕、うん、さ、離れたらいいけどさ、うん、晴れたこともないんだよ、うん、もう、もう通だよ。あー、通だ、そうだよ。9ヶ月？ 9 ヶ月。うん、長いよ。これ逃したらダメって言うのかな。一生、だってもう結婚できないと思ったもん、うん、まだ分かんないけど。うん、離婚したい。したいんだ、このまま欲しい、欲しいんだ。明日お父さんの誕生日。わー、おめでとう。まだ死ぬなよで、69なの、だからさ、怖いじゃん。うん、確かに。孫は早めにみたいな。うん、質問とかね、いっちゃう、投げかけていきたいと思う。これやば、3人並んで背比べしてほしい。メラの問題だ。はい、こういうことです。そうです、はい、ありがとうございます。マジで怒られる。舐めてる。え、全然身長いくつ？157、158、161。おー、大体一緒。みんな一緒です。パワーガスって何人までやっていいと思う？何人までやっていいと思う？
から100同じ、うん、1やったら、うん、そうだね3人の共通点は、まあ、年齢と、まあ、年齢同い年と誕生日3月2日12月1日あ、全然違う、4月19日あ、全然違う共通点探そう探そう何だろう群馬県出身鳥取県出身埼玉県出身あ、ダメじゃんなんか悪い血液型せーの A うわーやったじゃん A やったこれいいね A 型22歳、うん、そうですね、うん4月なんとか19あれもう23はぁ22っていうのと23っていうのじゃ全然違う違うよねー21には全然感じなかったんだけど分かんない23ってちょっともう大人だよねそうロストラダムスがそうあの世界滅びるって言ってたそうですよ、うちはそんな弟子に呼ばれてますから滅びずにだから強いよそうだよ強い子だよそうだようちら強い子だよそうだよプロヤギだよ違う2人はさ単純にお酒が好きじゃんプライベートで飲んでたりするじゃん、うん、それねコロさん本当に飲まないのえ私やってますよえ違う違う何がですかこいつなんか動画のブランディング的に私お酒飲まないですよ全然あれが弱いんですよね全然飲みの場とかにも行かないですみたいな顔してますけどそうですよバリバリクラブとか行ってそっち系かそっちか記憶ぶっ飛ばして側に帰ってきたりしてもしてますよやってんなくっそ本当に本当に言ったねに出会いを求めにとかじゃなくて、単純にあのヒップホップとかがめちゃくちゃ好きだから、いやクラブにいる女全員それ言ってるよ。え違う違う。私は曲が好き。じゃじゃ本当にさ曲を聴けた。そしたら家で戻るもん。家で戻るもん。えでも言ってクラブとかもその行く友達が決まってるから、その友達たちはあの本当に社会人だから全然休み合わなくてマジで行っても月1とかあだからこれで酔っ払っちゃってるね元彼が影井宏樹くんにそっくりでどうしよう、ね、彼も最近ゴリゴリの一重から激二重になってたわらあの本当だね僕ね、うん、あの元彼に似てる、うん、嫌いだった同級生に似てるこれなんか今の彼氏似てますとか仲いい友達似てますない元彼顔なの僕って元彼顔なのかもねマジ男女の友情はありだと思ってるけどなし派が一定数いる時点で成立しないのではそれはまずなしかありかで考えてる時点でお前攻めるなって思うやじゃあどういうことえだからいやある時はあるしない時はないんだよ別にだから男女同士の友情もあるし、うんうんうん、それが恋愛につながる可能性もあるし、うんうん、でもなしって言ってる人はもうその可能性さえも閉ざしてるわけでしょ、うんうんうん、だから男女の友情ってありかなしかっていう狭い考え方をしてる時点で時代遅れだお前方の友情があの何すでに成立したいなって思うからなしって思ってるだけで俺そういう友達を否定あ、ありの人を否定する人じゃないそんな誰の友情じゃないよでそれお前成立したからよ最近の一番の楽しみをお願いいたします最近の一番の楽しみは不眠症ならではなんですけれども、うん、朝の5時とか空が綺麗だそれを楽しみに生きてます、最近はあれ怖いんだけど怖いまだ寝るとき7時とか8時とかになってるときあるの、朝の、うん、外が明るいの怖いのだから寝なきゃと思ってんの寝れなくて7時8時になるから、ね、まだ夜まだ夜思いたいタイプチャンネル登録と高評価してね格闘技全然わかんないんですけど、うん、人がボコボコにされてるのを見るのが大好きであのただの試合は全然好きじゃないんですけど、うんうんうん、あのめっちゃ負けてんのに言い訳してる人を見るのがすごい好きで人間性が垣間見えるのが好きっていうあのひどい人にそんな楽しみ方をしてる人がいるんだね、はい、ここにはね、はい、ここにひねくれすぎてくれすぎですね私の楽しみはイケメン探しの散歩あーいる街いるよどこどこどこ三茶とかのいや三茶いるか商店街の、うん、魚屋にリアルなんか大学生とかじゃなくて魚屋なんだそういうの楽しくない居酒屋とかさ、うんうんうん、外の席とかもいっぱいあるから、うん、この時間に飲んでるってことは美容師とかあー考えながら歩くのが好き
特に何もしないですけど、ただこう見ながら考察して歩くんですね。チャンネル登録と高評価してね。はい、ということでね、結構うちはもう食べたし、美味しかったです。完食完食しましたので、みんなこんくらいで終わりたいと思います。はい、で、この後ね、かげちの方のチャンネルでも、はい、バク飲み、もう一回バク飲みします。バク飲み高飲み、この後の結果気になる方はぜひこちらのチャンネルを見ていただいて、ということでゲスト、かげちでした。ありがとうございます。かげちの、あの SNS とかいろいろ概要欄に貼らせていただいてありますので、ぜひチェックお願いいたします。アメーバブログ、こっからアメーバブログバイバーイ。違うよ、ちゃんとみんなかっていう、あ、大声出ちゃう。せーの、ペニバン。お疲れ様です。お疲れ様です。せーの、ペニバン。